日本財団では渚の交番プロジェクトと題して海に関わる様々な活動、例えば海と教育や海と観光などのテーマを定めて、豊かな海を次世代に引き継ぐための地域づくりの総合拠点を開設運営するプロジェクトを行っています。今まで全国8カ所に渚の交番を開設して、地域の子どもたちへの海洋教育の提供やライフセーバーによる海の監視、マリンアクティビティの提供など海に関わる様々な活動を行ってきました。この度、広島県尾道市因島に全国9カ所目の渚の交番がオープンしました。7月17日には、しまなみ海道因島大橋のたもと、因島アメニティ公園の海水浴場の前に完成した渚の交番シーブリッジの開所式が行われました。開所式では、平谷尾道市長や日本財団の尾形理事長らが挨拶を行い、テープカットのセレモニーでは村上海賊に扮した鎧武者のホラ貝の音色とともにハサミが入れられました。施設内部には誰でも利用できるフリースペースがあり、子どもたちが海に親しみながら楽しめるように、たくさんの海に関する絵本が用意されています。またカフェも併設していますので、海を見ながらゆっくりとくつろぐことができます。できるだけ次世代の人たちに海に関心を持ってもらいたい。そのためには安心安全なビーチでなくてはいけない。そういった意味でのネーミングは渚の交番です。地域地域に海に関して特別な事情を抱えていると思います。そういうふうな特別な事情をですね、地域ごとに解決するために、これがその拠点になっていけばいいなと思っております。いずれにしろ子どもたちが安心して、そして安全に泳げる、そういう施設の一環としてこれを作って運営していかねばならないと思っております。尾道はこれからその海の恩恵を受けながら発展してきた町を、もう一度海の町尾道というのをイメージするために拠点の施設が必要なんですね。そのためにここの今の渚の交番という拠点の施設を作りましたと。これからが新しい尾道の海の町づくりがスタートすると。今後も渚の交番では子どもたちが海に親しみを感じられるようなコンテンツを各地で提供していきます。海と日本。